さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサです。今回は来年度における、埼玉大学の入試変更点についてまとめます。動画の流れとして、まず埼玉大学の一般選抜についての特徴。次に、一般選抜全般に関する来年度の変更点。次に各学部ごとの変更点について解説します。これらの情報は大学公式ホームページにも掲載されているため、そちらもご覧ください。また、大学公式情報によると、入試要項は7月下旬に公開予定です。それでは、早速見ていきましょう。まず最初に、埼玉大学一般選抜の特徴をまとめます。特徴は上記の通りです。注目は、一次試験の配点比率が高めなことと、学部により、前期よりも後期の方が募集人員が多いということです。後期日程では、旧帝大などに落ちた人がこちらを受ける可能性が高いため、埼玉大学を第一志望で受ける方は、できるだけ前期日程で合格したいです。その際には、やはり一次試験である共通テストで良い点を取れるように、入念な対策と演習をしておくことが大切です。では次に、埼玉大学の一般入試全体の変更点を説明します。一つ目は入試区分の変更についてです。ここでは主に入試形式の名称、呼び方が変わります。変更は上記の通りです。栄養と推薦の受験を考えている人は注意です。その他は名称が変わっただけなので、特に問題はないと思います。次に一般選抜における調査書の活用についてです。これは合否ラインで同点となったものの順位を決定するために使われます。主体性、多様性、協調性の観点から評価されます。調査書が提出できない場合の措置は、決まり次第公表されるそうです。次に、大学入学共通テストの記述式問題の導入見送りに伴い、国語と数学の記載は削除されました。つまり、記述は利用されません。最後に英語民間試験の成績活用制度ですが、これは、他の主な国公立大学と同じく、活用されない方針となりました。しかし、一部の入試方式では活用されるので、要項を確認しましょう。次に、各学部ごとの一般選抜の入試変更点をまとめます。まず最初に教養学部ですが、変更点は後期日程において、個別試験で行われる小論文では、主体性についても評価されます。かなり抽象的な内容なので、今後公表される入試要項を確認しましょう。次に経済学部です。こちらは変更点が多めです。まず、来年度においては推薦入試と総合型選抜は行われません。一般選抜は普通に行われるので、問題はないでしょう。また、前期日程の国際プログラム枠においては、英語力検定試験の成績提出を廃止し、共通テストの英語が必須となります。共通テストの英語の対策をすることが必要となりました。次の教育学部では、特に変更点はありません。しかし、何があってもいいように、公表される入試要項は要チェックです。最後に理学部です。個別試験の科目が廃止、変更されます。科目が変更になる学科は特に注意です。これも自分で入試要項を確認しましょう。これで、現在予告されている埼玉大学一般選抜の、来年度入試の変更点は全てとなります。しかし、何度も申している通り、受験生の皆さんは7月下旬に公表される、入試要項をしっかり確認するようにしましょう。それではこれで、今回の解説動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。